こんばんは、2月22日午後7時になりました。第、278回しゃべくり真っ白の時間になりました。今日の真っ白の気温は朝方は1度ぐらいで、日中は15度ぐらいはあったかと思います。今日一番のニュースは、市の施設に対して爆破予告が先日あり、今日22日の3時34分とかいうことで大変心配していましたが、この時間には何もなかったようで、こんなことがぜひやめてほしいと思います。しゃべくり真っ白、生放送でお送りしています。今日のゲストは、野鳥の観察などに大変に興味をお持ちで、真っ白神谷町にお住まいの、長野県自然観察インストラクターであり日本野鳥の会会員の小林信弘さんにおいでいただきました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速ですが、小林信弘さんはいつ頃から鳥に興味を持たれたのですか？そのきっかけは何でしょうか？そうですね、比較的幼少の頃からですね、母の農作業なんか一緒についていった中で、ヒバリの鳴き声ですとか、なんか巣のところから空高く舞い上がったりしたそういう姿を見たりとか、家の近くのが象山ですとか、へりに神田川が流れていたり千曲川があったり、そういう場所が遊び場でしたので自然に目が向いていきました。あと、最大のきっかけとなったのは学生時代ですね。信州大学教育学部の、生態研究会主催の一泊である戸隠単調会ですね、こちらに参加いたしまして、今は、もういらっしゃらないんですけれど羽田健三先生から当時植物ですとか野鳥とか、地質のことも含めて幅広い分野でいろいろ教えていただきまして、鳥の名前ですとかも自分で鳴き声を聞いただけで分かるようになればいいなというような思いで、単調会の後は自分で単独でですね、東城の奥にある清滝方面ですとか西城の高遠山のふもと、そういう場所に足を運びまして、独学でといいますか、そういった動植物にの存在がある種の驚きがありましたので自然に興味を持ったと思います。そうですか。思い出のヒバリの鳴き声をちょっと入れたいと思います。こんな鳴き声でしょうか。そうですね、懐かしいですね。鳴き声で特に好きな鳥はどんな鳥でしょうか。そうですね、日本三鳴鳥のという鳴き声の綺麗なといいますかね、そういう鳥で、三鳴鳥というのはオオルリとウグイスとコマドリなんですけど、私はその学生時代の戸隠単調会で初めて見たのがオオルリでして、その鳴き声と姿に感動いたしまして、すごい濃いブルーの色鮮やかな鳥、お腹のところは白いんですけれども、幸せの青い鳥と言われるほどの、鳥でして、で生息場所は真っ白ですと滝のある環境、東城の清滝などには毎年やってきます。ちょっとじゃあオオルリの鳴き声だけ入れてみます。これがオオルリの姿ですね。観察の仕方や道具なんですが、
鳴き声を聞くと楽しいんですが、実際にはなかなか聞くのも見るのも大変なんですけど、はい、どんな方法でどんなふうにして、観察するんでしょうか。はい、そうですね、まず基本は自分の、肉眼で、鳥を発見するということが非常に大切です。やはりまずは目で見て、次の段階として、ここに今日持ってきてますが、こうした双眼鏡を使いますね。まあ、見つけた鳥にこう目を向けてピントを合わせて観察する。その次にですね、8倍から、だいたい8倍から10倍ぐらいのものがいいと思います。 そうですか。あとはフィールドスコープですけれども、はい、まあ、これは双眼鏡よりさらに遠くにいる鳥を観察する場合ですとか、まあ、比較的大勢の人が集まって鑑賞会などをやるときにはこういったもので観察すると、はい、良いと思います。 あ、 そうですか。あと自分ではちょっと写真、野鳥の写真撮影もしておりまして、はい、まあ、こういった望遠レンズで撮影しないと普通のちょっとレンズではダメなので、少なくとも300ミリ以上の長い超望遠レンズと言われるようなものが必要になってきます。ああ、そうですか。フィールドスコープはどのぐらいの距離のも鳥が見られるんですかね。そうですね、数十メートルから先、奥は50メートル以上先ぐらいでも鳥がいる場所が見つかれば、そこにうまく焦点が合えば大丈夫ですね。ああ、そうですか。はい、はい、分かりました。一般の人が見て楽しむ方法なんですけど、はい、なんか物差し鳥って、おっしゃっていたような気がするんですけど、はい、そういうことと、それから図鑑も選ぶのはなかなか難しい、はいはい、ということ、真っ白の式の後ろの中でどんな鳥がいるんでしょうか。そんなことを教えてほしいんですけど、はいはい、そうですね、物差し鳥というのはいわゆるスケールですけれども、身近な誰もが知っている身近な鳥で、スズメが、ほぼ15センチぐらいですね、大きさで。ムクドリが24センチ、キジバトが33センチ、あとカラスが56センチ、それより大きいのは、キジとかのサイズになっていきますけれども、だいたいどんな鳥を見たか、そういった大きさと、あと色合いですとか飛び方がどうだったかとかですね、そういうことが大事ですね。あと図鑑に関しましては、こちらに今日持ってきてますが、山野の図鑑と水辺の図鑑というようなことで2冊こういうコンパクトなものが市販されておりますので、こういったものを使っていただけると良いかと思います。そうですか。あとそうですね、真っ白で住んでいる鳥のことなんですけど、まずは自分の家の庭先にどんな鳥がやってくるのかなということで入っていくといいと思います。はい、庭先にはスズメですとかヒヨドリなどですね、あと少し畑ですとか公園とか、そういう場所や池や河原などの自然の中でですね、四季折々皆さん散歩されていらっしゃる方も多いと思いますけれど、そういう中で歩くのも非常にいいんですけど、歩きながら耳からそういった声を聞いていただくとか、春これからですけれど、ツバメが渡ってきたなとかで、初夏になるとカッコウの鳴き声が聞こえたりとか、はい、秋になったからモズの高鳴きが始まったなとか、あるいは冬にはジョウビタキという鳥が、渡ってきたんだなというような、そういったことを感じていただけるといいと思いますね。はい、分かりました。声を聞いて何の鳥か知る方法がありましたら、なんか覚えやすい方法があるということなんですが、はい、教えてください。そうですね、一般的な野鳥の中で、本当は目を閉じて今
鳴いてる鳥はどんな鳴き声なのかなとかってちょっとこう五感で感じていただくのがいいんですけれど、ちょっとあのまあ簡単なといいますか特徴的な鳥ではあのホオジロとか松代の農耕地にたくさんいるんですけれど、これはあの一筆形状つかまつり候とか源平ツツジ白ツツジというような鳴き声、それをまあ聞きなしといいますけど、あるいはメジロは長兵衛中兵衛長中兵衛というようなあのちょっと複雑な鳴き声をしたり、ホトトギスなどはちょっと珍しい鳴き声で特許許可局というよく聞きますよね、あの各校の仲間の鳥なんですけど、こういった声ですとか、まあウグイスは皆さんご存知のホホケ鏡ですね。あと三光鳥は、杉林などに多いんですけど、月日星ホイホイホイッと鳴いたり、あとイカルという鳥はあの大きく24とか、まあ、子供さんだったら白く24なんてそんな風に聞きなしてもいいと思います。あとあの仙台虫食いですけど、これはあのちょっとお父さん方今頃の時間ちょうど飲んでらっしゃる方もいらっしゃるかどうか、焼酎一杯ぐいっと鳴くんですね。はい、局長の宮坂さんのことを思い出しますよ。鳥はいつ頃観測するのがいいんでしょうか。また松代では、はい、どこでどんな鳥が見られるんでしょうか。なんかそうですね、あの、はい、写真もあるようですが、野鳥は結構早起きですのでね、朝あの特に繁殖期になりますと早朝とか、まあ、夕暮れ時があの活発にさえずったり行動もするんですけれども、まああの逆に夜でないと活動しないフクロウですとかアオバズクですとかね、ヨタカというそういう鳥もいますし、あとあの見たい鳥の種類によってですね、おのずとあの生息環境が決まってきます。で水辺とか公園、まあ山野とか、あと草原ですね、それから亜高山帯レベルに行きますとまた違った鳥ですけれど、まあ松代の中ではあの結構身近な自然の中に、まあ象山ですとか水上山というような里山が周囲にありますし、あとあの社寺林っていいまして、西条の中村神社ですとか、あとあの虫歌観音も結構欅のねたくさん巨木のあるような、ああいったところは結構面白い鳥が来てますね。はい。はい、随分あの、だいぶ長い間の各地の鳥の写真などを撮って、はい、すごい数になりますよね。なんかどのぐらい撮ってらっしゃるんですかね。はい、そうですね、私が今まで観察したのはおよそ260種類と、まあ、同時に写真もそれぐらい撮ってます。あとあのちなみに松代の町の中で観察できるのは90種類ぐらいの野鳥ですね。相当いるんですね。はい、それから随分遠くまであの行かれてるんですよね。はい、最近行った探調地というのはどんなところに行かれているんですかね。そうですね、昨年の11月にあの辺倉島という、輪島から船で2時間くらい乗ると着く場所の、まあ、離島なんですけどね、そういう場所はあの鳥が渡る時にですね、あの疲れてしまうのでちょっと避難する島なんですね。したがってあのちょっと珍しい鳥がたくさん立ち寄るところでも知られてるんですけど、そういったところですとか、あとあの北海道にあの暮れにシマフクロウ、あの世界自然遺産に登録された知床、あの周辺にしか生息していないのでシマフクロウを見に行きましたし、 あと年が明けてからはあのタンチョウのいる釧路の鶴居村とか阿寒町に行ってきました。特に印象に残っている場所っていうのはどんなところですかね。そうですね、あの結構離島は私自身好きで、あの人とのつながりといいますかね、結びつきでその島の方と仲良しになってしまって、あの北海道の利尻島ですとか、あの逆にあの南の方だと
長崎県の対馬なんかの対馬山猫を研究されてらっしゃる方とお友達になったりしてます、あ、そうですか、はい、なんか美味しいお土産もらってくるとかありますかね。あ、そうですね、あのお互いにそれぞれの特産品を暮れには送り合ったりしています。あ、そうですか、はい、正しいですね、はい、はい、自慢の写真をがいっぱいあると思うんですけども、はい、何か見せてほしいんですけども。そうですね、今日はじゃあこの、まあ、特別自慢はできないんですけど用意してきたものの中でお見せしたいと思いますけれど、最初にこれですね、これ赤色型の、ツツドリという鳥なんですけど、去年の秋に、帰る時にちょうど清野の大里の池の近くの枯れ枝のところに偶然に泊まってくれました。こんな鳥ですとか、あとこれが人気があるんですけれども、やはり大里の池のカワセミですね。これが今もペアを組んでまして、多分今年は巣穴を掘って繁殖してくれるのではないかなと楽しみにしております。次にこれがアオサギですね。サギの仲間では、まあサギというと今ねオレオレサギとかいろいろありますけれども、これはサギの仲間では一番大きなサギで、アオサギという鳥なんですけれども、まあこれもごく普通に見られるようになりました。それから、この上のがガビチョウという中国の方に本来生息している野鳥なんですけれど、最近、まあ、人為的に持ち運ばれたりしまして、ちょっとね外来種に入ってきたということでやや、はい、あと下の方、はい、あとこれがジョウビタキですね。今冬鳥で渡ってきてますので、ちょうどこれは見られると思います。農耕地ですとかちょっとした山のへりには来ております。白い門があって門付き鳥と呼ばれてます。あとこちらがフクロウですけれど、これも森の哲学者と言われているぐらいで、ちょっとね顔つきがちょっと人の顔に似ていて精悍なマスクをしてます。これ、はい、あとこの左のこれですけど、カイツブリの親子です。これも松代城址の裏の堀で繁殖した時のものです。あとこれ我々が作ったカレンダーですけれど、ちょうど今月の、北海道のタンチョウのペアの写真ですね。はい、いっぱいいい写真とか遠くまで行って鳥には大変楽しんでおられるような気もします。また今日は、鳥の楽しいお話をいただきまして、ちょっとすみません、間違えました。ちょっと真っ白の人にインターネット見ていただいている人とか、なんかちょっと聞いていただきたいことがありましたら、ちょっとお話お願いしたいと思います。そうですね、やはり真っ白の中でですね、野鳥が住めないような環境になってしまうと、その辺私も危惧してますので、なるべく人も野鳥も住める環境をいつまでも続けていきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日は鳥の楽しいお話をいただき本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。
田さん面白かったですよ。あの聞き方。そうだね。ね、うん、全部なんかね、こう例えてね、うん、特許あ言えね、特許許可局とかね、うん、当たり、酒飲んだとかね、面白い。俺笑っちゃったよ、本当に面白いですね。もう、うん、穴を抱くんだね。うん、ね、面白い、ね、あんまりね、うん、ちょっとスズメもいるかなって言ったけど、やっぱスズメも少なくなってたね。スズメなんて鳴くんかね。うん、まだちょっとあんまり聞いてないね。下切りスズメなんて鳴くんかな。あ、いや、それ鳴くの。はい、はいはい、ということでね、はい。お知らせを、はい、今度はですね、3月3日から真っ白でひな祭りってのやりますね、うん、はい、でそんなんで、これまあ今パンフレットこれね出来上がってきてるので、このまま皆さん、あ、皆さんね、回っていただいて、これね街の中でねいっぱいこういうそのおかしくないよ街の中ねこうやって回っていただくようになってるんですね、はい、で来週は、はい、その案内をしていただいてね、はい、そうですね、うん、真っ白ひな祭りについて、はい、ひな祭り実行委員会の、ね、はい、皆さんでね、曲がりよさんがパーソナリティでやっていただきますね。いろいろね、はい、イベントたくさんあるんでしょ、うん、あ、そうです、そうです、ね、はい、はい、そんな形でね、来週はね第14回真っ白でひな祭りについて、はい、っていう形で、はい、はい、やっていただきます、はい、ひな祭りも楽しみ、お話も楽しみですね、はい、ちょっと下かまないようにやりましょう、はい、それでは来週のよろしくお願いします。そういうことです、お楽しみ、お願いします。はい。ちょっと待って。すみません、間違えちゃった。